畑一造は、日本で初めて人造検視製造に成功した科学者、実業家、帝国人造検視共同設立者、広島県秋郡海田町出身、広島県立広島第一中学校、第一高等学校を経て、東京帝国大学医科大学薬学部に入学したが、同大学校科大学応用科学科に転入学した。1908年に卒業後、 小農事務局に就職した。後、神戸税関を経て、米沢市にある旧姓米沢高等、工業学校教授となり、研究室でビスコース人造検視製造に専念する。研究費の不足から、鈴木商店の金子直吉の援助を受け、1915年に大学の同窓であった、久村聖太の協力で製造所を立ち上げた。1916年には、 先進地の欧米を視察するが、製造法の秘匿のため成果が得られず、欧米から30年遅れた人権製造技術を独力で研究開発することとなった。1918年、帝国人造建築株式会社が設立されると取締役となり、ついには工業化に成功、日本の人権工学のパイオニアとなった。これは大学発のベンチャー企業の先駆けとも言われる。 1934年、常務取締役、第二定人社長。1942年同社顧問。日本産業協会総裁表彰、乱受報奨受賞。1944年没。ありがとうございます。